ちょっと可愛くおしゃれに見えるので、こういったピンとかを使ってあげるのもおすすめです。皆様こんにちは。仙台でヘアメイクをしておりますゆきと申します。よろしくお願いいたします。今回はゴム4本で4回結ぶだけでできるミニツインお団子アレンジのご紹介になります。ツインのお団子だとちょっと子供っぽい印象になりがちなんですが、このお団子の幅を狭めることで大人の方も使えるちょっとおしゃれな個性的なアレンジが出来上がりますので、ぜひ動画を見てチャレンジしてみていただけると嬉しいです。ベースは絹糸状のストレートアイロンで軽く外羽を作っておきます。と中間のうねりを取りながら毛先だけ外羽にベースを作っていきます。それではアレンジ始めていきます。まず真ん中から左右2つにジグザグに分けます。でこの上の部分を分け取って一度結びます。から反対側もジグザグに分け取って、同じように一つ結びに一度結びます。そしたらこの2つをくるりんぱしていきます。ゴムの結び目の上に穴を作って、毛先を上から下に通します。でギュッと押さえたら、ゴムの結び目の部分を持ちながら少しずつ引き出して崩していきます。こちらもゴムの結び目の上に穴を開けて、毛先を上から下に通してくるりんぱ、ぎゅーっと結んだらとほぐしていきます。はい、そしたら残った下の部分もジグザグで分け取って、先ほどの毛先も一緒に結んでいきます。で最後は輪っか状にして留めます。で毛先は上にします。で反対側も残りの毛を全部拾って、最後お団子状にして留めます。2つお団子ができました。そしたら結び目を押さえてお団子部分ちょっと引き出して崩していきます。で周りも少し引き出してなじませていきます。反対もゴム部分を押さえてお団子部分をほぐしていきます。で周りも引き出して、こんな感じです。このちょっと出てしまった短い毛は絹糸状のミニナイロンを使って細かいところ巻いていきます。毛先出てしまったところをくるんと、こちらもすごく小回りが効くので短い部分巻きやすいです。
とは顔周りのくくり毛もと波ウェーブに巻いていきます。すごいコンパクトで小回りが効くので、こういう短い毛を巻くときいいですね。ミニアイロンあると便利です。前髪もちょっとずつ毛束を取って巻いていきます。先ほどまとめた毛先の部分、出てる部分が気になるときは、こういう大きなパチンピンを使って毛先の部分に留めて隠していきます。これだと強度も増して見た目もちょっと可愛くおしゃれに見えるので、こういったピンとかを使ってあげるのもおすすめです。と顔周りとかおくれ毛には後からバームを足してあげるとしっかりまとまって綺麗にキープできます。